皆さんごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、キャップカットの動画編集について下記の質問がありました。今回はその質問に答えたいと思います。質問、キャップカットで動画編集するのに画像ではなく GIF を使いたいのですが、やり方がわかりません。誰か教えていただきたいです、というものでした。この質問は2020年12月17日にあった質問ですが、この質問に私はできませんと答えてしまい、とても反省しております。間違った回答をして申し訳ありませんでした。実はキャップカットでもアニメーション GIF を使うことができます。改めてここに説明したいと思います。一実はキャップカットでははめ込み合成からGIF を読み込むことができません。一見すると写真のところで GIF 画像を選択できるのですが、アニメーション GIF の場合動かず静止画になってしまいます。 2GIF 動画はスタンプの画像マークから選択することができます。ここから選択すればアニメーション GIF を動かすことができます。質問の対する答えは以上なんですが、ここからはおまけです。一無料のアニメーション GIF はギフイというアプリをおすすめします。このアプリは無料で検索もできますので、あらゆる GIF を瞬時に見つけることができます。さらに自分が作った GIF を登録することも可能です。ぜひ一度お試しください。2、またキャップカットの場合、 GIF にキャップカットのアニメーションをつけることは可能ですが、GIF にキャップカットのエフェクトをつけることはできません。これはテキストと同じです。そこで GIF にエフェクトをつけたい場合は、 GIF をキャップカットで動画にしてしまうという手を使うことができます。これはテキストと同様の方法なんですが、1、蛍光緑色の背景画像を読み込みます。2、スタンプ画像マークから GIF を読み込みます。3、必要に応じてキャップカットのアニメーションをつけます。4、一旦動画 MOV として保存します。5、自分が作成する動画にこの保存した動画を読み込みます。6、クロマキーで背景の緑を透明にします。7、動画にエフェクトをかけます。以上の操作により、アニメーション GIF にもキャップカットのエフェクトをかけることができます。キャップカットって本当に楽しいですね。以上です。